はい、どうもベイでございます。こんばんは。今日はですね、ソウルサクリファイスっていうゲームをね、小泉進次郎さんと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ソウルを集めなければいけない、だからこそソウルを集めなければいけないと思っている同じこともう一回言ったな。中森さん、これどこでその瓶増やすのか教えてよ。全然前世なんかよりここは全然前世なんかより全然前世なんかよりここは全然前世なんかよりほんに進次郎それ狂ったと思われる国会を叩き出されるどこで瓶増やした。フラスコを増やさなければいけない、うん、まただからこそフラスコを一回増やそうと思っている、うん、また進次郎に戻った。どこ、こっち。赤堀さんね、あの小泉進次郎見つけるのがとりあえず遅い遅いんですよ、赤堀さん。あ、ほんとだ、増やせる。フラスコを増やせるのはセクシーであるそんなこと言うな、あいつ、うん、そうなの。ノドグロ食べたい。増えました、ありがとうそんなこと言うそれはそれは別に進次郎じゃなくても言ってるんじゃないかな。ノドグロ食べたいよ。ノドグロを食べたい、うん、なんかノドグロってあの金沢に旅行行ったの時に、なんかその金沢のタクシーのおっさんが言ったんですけど、ノドグロなんてもう一昔までは誰も食ってなかったって言ってました。あ、急に出てきたって言ってました。一昔前までは食べられていなかった、うん、だからこそ少し前までは食べていなかったと思う、うん、でしょうね。俺あの小泉進次郎とゲームやるの結構ストレスかもしれないセクシー、それはセクシーじゃない。セクシーじゃない。腹立つわこいつ。進次郎腹立つ。あ、やばいやばい、そう俺選手じゃなかった。いけ進次郎。進次郎打たれながらいつも平気で切りに頭を打たれなければいけない、うん、だからこそ私の HP は減っていくのだ痛い俺ほんとその喋り方嫌いかもしれない。小泉進次郎の喋り方腹立つわ。誰ならいいの一世尾形。そうだね、のどぐろ俺のどぐろなんだ俺いつの間に魚になった。のどぐろなんだ。一昔前までは食べられていなかったね、のどぐろ